モズ島、ピアバンダイ新潟港、ピアバンダイピアバンダイとは、新潟県新潟市中央区、モズ島にある、観光、商業施設。回転寿司などの飲食店のほか、魚介類や農産物、新潟県産地種の販売所がある。周辺の施設と合わせて、港オアシスに登録されている。鮮魚センターや飲食、レストラン、イベントゾーンなどを内包した。 観光拠点施設である。海産物のみならず、地酒や農産物など幅広く、食について扱っている。東側には、新潟漁協本場や、荷さばき場、食堂などを内包する、新潟県水産会館が併設されている。モズ島地区に位置していた、魚市場が2007年5月に、郊外へ移転したことを受け、跡地利用並びに、 同地区のさらなる交流拡大と拠点性向上を目指して市による、モズ島にぎわい空間創造事業が着手された。この第一期事業として2010年10月に開設されたのが本施設である。なお、2009年9月から2010年3月まではにぎわい、マルシェジャポン万代島としてオープンしていた。豪華客船、ダイヤモンドプリンセスの新潟初気候で、 訪問希望が多かったことを機に、スマートフォン決済導入や外国語パンフレット作成など外国人対応を拡充している。2021年3月にはリニューアルオープンし、大型モニターや調理室を備えたスペースピーカンテラスが新設された。なお、過去には類似施設として、1980年代に鮮魚販売を中心とした集客施設、 新潟港鮮魚センターがモズ市町内の国鉄万代駅跡地にあり、上越新幹線の越後湯沢駅、浦佐駅周辺住民向け臨時列車、買い物ツアー後利用客の主要な行き先となるなど、広域から人を集めていた。以上は、路線、乗り場を元にした2021年9月時点での情報である。ありがとうございます。